ツイッターに載っけようかな。今年最後かこれで。いや最後だよ。2016年ありがとう。いや本当にありがとう。写真撮ってくれるかな。どうせまた言われんだよ眠そうと。ちゃんと笑ったよ。うちも笑ったけどな。いや、びっくりしてなかった。あ、びっくり緊張するね。めちゃめちゃ緊張してきた。震えるぜ。めちゃ冷える。あと1分で始まります。え、手を振らないで。お願いします。イエーイ。良いお年を。よろしくお願いします。ありがとうございました。イエーイ。嬉しかった。でもまだ年越しの時間あるから。ちっちゃい声さりげに。うわあと1分だよ。ねえ電話切って。電話は電話。テンションやばい。先生、私たちスーパーガールズは清く正しく 100% の笑顔で2016年から2017年、スーパーガールズのスーパーラジオニョース年越し生放送拡大スペシャルを盛り上げることを誓います。誓います。さあ始まりました。2016年から2017年、スーパーガールズのスーパーラジオニョース、年越し生放送拡大スペシャル。イエーイ。イエーイ。来ましたね。来ましたね。生放送。はい、生放送でございます。本日は年越し生放送拡大スペシャルです。やったー。すごいすごい。リアルタイム。年越し生放送どうですか。ね、やばい緊張するな。なんか、ね、本当に芸能人みたい。一応弾けるあ、まあ、年越し生放送だよ。私あの大阪出身なんですけども、うん、こうやってみんなとあの地元の大阪でお仕事をしながら年を越すっていうのが、うん、なんか嬉しいです ね。私初めてですもんこの時間に。そうだよ、ま、ね、おめでとう。去年17歳だったもんね。解禁です。寝れなかったもん。そろそろお邪魔します。こちらの今日は一緒に年越そうね。ようこそ大人の世界へ。お邪魔いたします。いやにしてもねすごいハッピーなのにさ、うん、タイトルにニョースって入ってるじゃん。いやそうなの。自分の番組にしようとするのやめてもらって。あれこれ光じゃなくてちょっとね、うん、台本読んで思ったんだけど、うんうん、まあ、1ヶ月半くらいさメンバーからもさ、うん、番組のツイッターでもプロデューサーさんからも、うん、振りがとにかくすごかったっけ。ヒカルちゃんといえば生放送みたいな、うん、あそうなの。本当言われてたよね。そうびっくりした。何言ってんの。何だって生放送といえばヒカルちゃん、ヒカルちゃんといえば生放送でしょ。怖い怖い。大読み。めっちゃ怖い。だってなんか怖いんだけど。何ドキドキする。いや怖いですね。もう相変わらずね。まあさっきのアミタもそうでしたけどもヒカルちゃん今日も棒読み絶好調ですね。今日のさ公開収録でもさなんか言うところは日曜日みたいだねみたいな、うん、あれ結構感触も。こんなに台本をね下手に読む人初めてですよ私。あくまで台本だからねこれは。あそうかそうか。出番の前では来るぞ来るぞみたいなヒカルちゃんが。そうそうそうごめんね。でもいいですね生放送ならでの緊張感というか。ルカちゃんルカちゃんルカちゃん私が緊張してるよ。分かってる。私一番緊張してますね。うん、ということで本日のスーパーメンバーを紹介していきたいと思います。はい、はい、私溝てるかです。大阪出身です。超絶カラーはビビットレッドです。よろしくお願いします。はい、皆さんニョースどうもピカリンこと渡辺ひかるです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。スーパーガールズの最年長志村梨花です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、宮里こと宮崎里奈です。年越す前に最後に食べたのはタピオカのココナッツです。よろしくお願いします。はい、リーダーの前島亜美です。大阪で年を越すのが人生初なのでとてもワクワクしてます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、コウメこと渡辺コウメです。今日こうやって、ラジオの皆さんとそしてスパガメンバーと年越しできて嬉しいです。最後までよろしくお願いします。イエーイ。今日はね18歳以上のお姉さんチームなんですけれども、うん、はい、ミレイちゃんが体調不良のためね、うん、お休みなんですけれども、はいはい、まあ、ミレイの分までこの6人で頑張っていきたいですね。頑張りましょう、はい、頑張りましょう、なんと言ってもですねこれが仕事納めじゃないですか、うん、私そうですよ、そうなんですけども今日1日長かったですね。長かった。そう、私たち先ほど大晦日の本日ですね、うん、スーパーガールズのスーパーラジオ万博ウィンタースペシャル、うん、大晦日に公開収録しちゃうんだスペシャルを13人でやってきましたよ、ね、やりました。いやどうでしたか。いやあのまず寒い中お越しくださった皆さん、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。
激寒だったもんね。寒かった。カイロを投げるっていう。余ったカイロ投げるっていうね。なかなかね、ちょっと風邪ひかないでください。でも楽しんでもらえてるんですかね。ひかるちゃんどうだった？いや、なんか大晦日ってやっぱり家族で過ごしたり、いろんなね、あの過ごし方があるじゃない、うん、そんな中でスパガンに会いに来てくれると本当に温かいファンがいるなって思った。そう、ね、本当だよね、1年のラストの日だもんね。そうだよ。みやりどうでしたか？いや、もう本当寒い中来ていただいてね、うん、でも時間がよくって、こうイルミネーションがすごい綺麗な中でライブもできたりとかしたので、すごく思い出に残る1日になりました。アミタはどうでしたか？はい、あの今日が仕事納め、仕事始め、そしてライブ納めでもあって、すごい盛りだくさんの1日で楽しかったなって思うんですけど、とにかく寒くて、最後のごめんねの隣で歌った時に手が開かなくて、うん、振りが踊れなかったんですよ。もうなんかブルブルしちゃって、ブルカンが時間で、ね、でもすごい楽しかったです、うん、はい、じゃあ孔明どうでした？はい、あのすごく寒い中だったんですけど、うん、ファンの皆さんもちょっと震えながらもう応援してくださって本当にありがとうという気持ちでいっぱいになったんですけど、あの最後の日にこうやって皆さんと過ごせるって、なんかすごいなんかありがたいなと思って、めちゃくちゃ楽しかったです、うん、そうですね、うん、このね公開収録の模様、気になっている方もいらっしゃると思うんですけども、うんうん、本日の模様はですね、来週からの MBS ラジオスーパーガールズのスーパーラジオの放送内で回を分けて放送いたしますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、タイトルにもありますニョースについて今まで引っ張ってきましたけれども、ようやくこの時が来ました。いやもうね、本当に怖い、ぶっちゃけこんなに引っ張られて、うん、ドキドキが止まらない。ひかるちゃん、ドキドキが止まらない。じゃあここで何よびっくりだよ。じゃあここでですね、ひかるちゃんにチャレンジしてもらうことを発表したいと思います。何こんな盛大に。除夜の鐘を叩きに行って、生放送時間内に帰ってこられるか。ちゃんと説明して、どういうことこれ。早く行けって。待って、一回落ち着いてない。いや、おかしいおかしい、本当に。ひかるちゃん聞いて、あのどういうことって聞くけど、そのままの意味なわけですよ。いや、何なの。ひかるちゃんは今までのスーパーラジオ内で数々の伏線を自分で貼ってきたんですよ。そんなことない。そんなことない。いや、あるんですよ。まずですね、11月12日の疑似生放送内で、来たるべき生放送内でどんな企画をやりたいかっていうメンバーで話し合ったところ、ひかるちゃんからスタジオの外から放送したい、しかも番組ツイッターでどこにいるかをヒントを出しながらやりたいと言ってた。振りだったんですね、あれは。言ってたでしょ。ジョヤだ、ジョヤ、早く言った方がいいよ。しかもね、待ってかつですよ、うんうん、その放送内でチャレンジ企画があった場合、ヒカルさんにやってほしいと浅川さんからの指名がありました。根回しこれ。そんなことない、本当に違う。しかも、うん、スーパーラジオ1回目のオンエアで、うん、関西ではヒカル推しが多いんだよねと自ら発言し、自らですよ。これそんな勘違いだよね。そう、自ら発言したため、番組知名度をさらに高めるのに適任なんじゃないかと。なかなか自分で言わないよ。それも。まあ、そしてね、うん、何より決定打になったのがですね、うん、11月に行われました埼玉大学学園祭にスーパーガールズが出演させていただいたんですけれども、その際に今年の漢字を書きましたよね。みんな書きました。コウメなんて書いた？初。お、アミタは？志。ミアリは？参加してない。タソは？参加してなかったか。忘れちゃったね。忘れちゃった。ひかるちゃん。そうでしょ。1ヶ月前だよ。忘れちゃった。忘れちゃったね。そうかな。ひかるちゃん。ひかるちゃんなんて書きました？つなぐ？つなぐ？違う。ひかるちゃん。ひかるちゃんね、うん。響くです。響く。ここにだ。やばい。足が響いてた。響かせなかったじゃん、もうずっと。本当に違うの。今年を締めくくる一日として、うん、その漢字の通り鐘を響かせてきてほしいと思います。いいの。いや、早く言った方がいい。間に合わないよ。点と点が繋がったね。そうだね、これ無理やりね。今年の漢字金だしね、うん、おー、そうだけど、うん、そこにまで、まあ、鳴らすの来年だけどね。ねー。え、待って、何？え、これ一人で行くってこと？
うん、だってひかるちゃんが適任やねん。そうでしょ、ひかるちゃんが言ったことやからそれを私たちは叶えてあげようということでございまして、うん、そうなんですよ。え、これはどこに行けばいいんですか。じゃあ今から説明しますね、はい、ということで今からひかるちゃんにはこの番組の放送時間内に大阪の街でスーパーラジオの番宣をしつつジョヤの待って番宣をしつつですね、ジョヤの鐘を叩いて帰ってこられるかのチャレンジをしてもらいます。え、待って、自らのツイッターに写真を上げながらお願いしますね。希望通りだ、ね、自らのツイッターでさ、そうそう、写真上げるの自撮りじゃないからね。え、自撮りでいいなうみたいな感じ、いらないよそれ、角度変えてね、ちゃんとさ、まあ、かる、後ろが分かるようにちゃんとラジオの番宣をお願いしますね。そうなんですよ。で、行ってもらうお寺なんですけれども、はい、大阪市北区にあります太夫寺でございます、うん、太夫寺、太夫寺どこだろう。ここはですね、数々の戦火をくぐり抜けた太夫寺の鐘は金が残る、つまりお金が残るにつながることで知られる。大晦日には大勢の参拝者でにぎわいます。行きたい、ね、行きたいですよ、ね、本当に。そしてですね、23時45分より始まり、先着108名に何度目の除夜の鐘を叩いたかを記した証明札を配布されます。めっちゃ綺麗になるじゃ ん、 で、確かに。で、24時までに並べば108人を超えても鐘を叩くことができる。なるほど、年越しちゃってるね、もう。え、これさ、え、てかじゃあ早く行かなきゃじゃん。45分より始まりだよ、先着108人だよ。いやいや絶対人多いよ。いや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 、来ましたねこれ、ずっと引っ張ってたから。いや、生放送といえばひかるちゃん、ひかるちゃんといえば生放送、いってらっしゃい。待って、ほんと早く早く行ってきなよ。早く早く、はい、行ってきますね、行ってきます、行ってきます。いってらっしゃい。え、ほんとに行っちゃうの。いってらっしゃい。いや、ほんとに行くのこれ。ねえねえ、そんな格好で行くの、寒いよ絶対。いや、寒いよ。みんな、よしよ、よしよ、バイバイ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。番組始まって13分で一人出てるだけで、やばいやばいやばい。ねえねえ、これさ、ほんとにひかるちゃん一人だからさ、ファンの皆さん、ぜひ行ってあげてください。そう、太夫寺、太夫寺。あとね、あの、この、これを聞いてくれてる人は、ひかるさんの実況をね、リツイートしていただいて、そうね、そうね、いっぱい拡散していただいてね。はい、まあ大晦日のね、しかもめちゃくちゃ寒い中、スーパーガールズの2017年のために、ひかるには一肌脱いでもらいましょう。ですね。ということでですね、番組ではひかるちゃんへの応援メッセージをメール、それから番組ツイッターでお待ちしております。メールアドレスはスーパーアットマーク MBS1179.com SUPER アットマーク MBS1179.com までよろしくお願いします。待ってます。2016年から2017年、スーパーガールズのスーパーラジオニョース、年越し生放送拡大スペシャル。ちょっと噛んだよね、ちょっと噛んだよね、そしてへこんだよね。ねえ、そんなこと言ってる場合じゃなくて、うん、あと約30分今年。いや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 、何分あります。なんでそうやってさ、サバ読む。え、20分約あと36分ぐらい。36分わーやばっぴょん。ね、それではですね、ヒカルちゃんが今スタジオに、うん、やばぴょん早っ、いいよ、いいよ、ヒカルちゃんが今いないじゃないですか。ちょっとどこにいるか気になりませんか。気になる。もうついてるんじゃない。いやいや、ついてるかな。でもさ、ついてないとさ、ね、金鳴らさないもんね。だって45分から配布したから、早く行けって言ったのに、ね、じゃあそれではここで外に出ているヒカルちゃんを呼んでみましょうか、はい、せーの、ヒカルちゃん。え、聞こえてます聞こえてるわ、聞こえてるよ、あ、聞こえてんの、うん、聞こえてる。あ、そう、事故だよ。今どこ、何どこ。え、今ね、あの MBS ラジオの下。え、やめてよ、早くしなよ、バカなの。え、だってさ、本当に行くのって思って足が進まないの。いや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 、しかもね、なんか今回生放送じゃん、うん、で、あのスタジオ観覧ができるかっていう質問があったって、うん、あのファンの方からね、うん、だから一人かいるんじゃないかなって話があったんだけど、うん、あ、でも一人いない？あ、いるいるいる、あ、いるわ、いるわ、あ、ほんと？こんばんはー。聞こえる？話しかけに行ったよ。ねえ、聞こえる？こんばんは。おー、聞こえた聞こえた、聞こえる？え、結構複数人いない？2人くらい。あのね、今4人ぐらいいるんだけど、でも多分だけど、ひかる推しの人いますか。アミタ推しです。ありがとう、アミタ推し、ありがとう。アミタ誰って言ったの。アミタ、アミタです。アミタ2人、アミタとコウメとコウメいる、ルナチュ。おー、ありがとう、ありがとう。あのね、ひかる推しいないんだ。でも自分で言ってたじゃん。
関西は光る星ばっかだって。そうやん。そうじゃん。笑ってる。それがおかしいんだ。多分もうちょっと歩いてたらきっといると思う。そうだよね。宣伝してちゃんと、うん、ね。その前で早く行って。本当に。ね。あ、行く？行って。本当に行く？そうだよ。配布されない。本当に行っちゃうよ。本当に。本当に行って。分かった。ちゃんと帰ってきてくださいね、番組中に。そう、帰ってくる。帰ってくる。やだよ。信じとけ。ね。あ、なんかそう。やっと一歩。ね、もうそんなこと言ってないで、早く急いで。そう、ひかるちゃん、早く。あ、だ、とりあえず、あれ、まだ、まだ下にいんの？間に合うように、そう。もうこれ中継するんじゃない？だって下にいるんでしょ？そうそうや。ひかるさん、応援してるんで頑張ってください。頑張って。はい、行ってきます。いってらっしゃい。よーし。スーパーガールズのスーパーアワード！イエーイ！スーパーアワードとアワードとかかっていてうまいね。ね、思った。棒読み。いや、棒読み。いやいや、びっくりした。いや、でも結構あったよね。いや、この3ヶ月結構あったよ。本当にいっぱいあった。公開収録とかでもね、やらかしてる人いたしね。いたね。いた。いたね。怖かった。じゃあね、早速いきたいと思います。はい。はい、では、ノミネート作品の発表です。わー！まず一つ目は、11月12日オンエアの12人出演会で生まれた石橋ホタルのこのワードです、新曲のタイトル、これ本当ですか？さて、どんなタイトルでしたでしょうか？ホタルちゃん、今日関西、関西、ごめんね志村の隣で正解。ごめんね志村の隣で、ごめんね志村の隣で、ホタルちゃん、こんなわけじゃん。だいぶなんでなんでどうして、あのちょっと事前にホタルちゃんからね、うん、どのような状況でこれが生まれたのかちょっと対象に向けての方法を聞いてますので、うん、まずは聞いてみましょ う、うん、ありがとうございます。いや、すごくやっぱり先輩をこういう風に使ってしまってなんか申し訳ない気持ちとか反省もあるんですけど、まさかこんなノミネートされるなんて思ってなかったので、あの発言がとても良かったのかなと自分でもちょっと嬉しい気持ちでいっぱいです。いや、ポジティブすぎない？嬉しい気持ちでいっぱい、うん、先輩を使ってしまってたやばいな。いやいや、非常に反省はしてるところですけど、これなんでこうなったかっていうと、うんうん、その前に私が自分でボケて、うん、あの全部志村のソロみたいなボケがあったの、ね、でそれに乗っかって、うんうん、そのこの開始があったの。なるほど、ね、じゃあ蛍ちゃん悪くない？そうだね、全部シムが悪いんだけど。そうかも、全部私が悪い。まあでもここだけ切り取っちゃうとね。そう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 なのよ、うん、でもやっぱごめんね志村の隣ではまあ買わないかなって感じ。本当、うん、ミリオンセラーいかない？いかない、いかない、ね、ありがとうございます。では続きまして2つ目のノミネート作品です、はい、こちらですね、11月13日オンエアの公開収録放送、うん、あ、公開収録スペシャルで飛び出し、12月24日オンエア会にも飛び出した志村里香さんのこのワードでございます。では第3問目、はい、前島チームの方行きましょうかね。行きましょうか、うん、全然正解者出てこないから本当に。お、当てます。シム、これシムには有利な問題かもしれない。お、魔人公、うん、やばい、魔人公、うん、魔人公、うん、魔人公って何ですか？魔人公ってこれエコーかかってなかった今、ね、魔人公これあの、うん、メンバーには伝わると思うんですけど、うん、スタッフさんがいまして、うん、あ、その方の名言なんですよ本当は、うん、で、まあね、すごい超真剣な時になんか怒られてたのかな、うんうんうん、めっちゃ怒られてて違反の時に、うんうん、でなんかずっと聞いててしたらみんなさ魔人公でやってって言い出してんだよ。ふざけてんのかと思ってた、ね、そうそう一瞬これは 笑うとこかなと思ってちょっと考えたんだけど、うん、でもめっちゃ怒られてたし笑える雰囲気じゃないなと思って、うんうんうん、で終わってからみんなで、ね、魔人公って言ったよねみたいな話であそこさ笑うべきだったかなみたいな話だったの、うん、あったね。そうそう、あったよね。そう、それをちょっとあの思い出して言っちゃったのかな。一回流行ったよね、うん、そう一回さ、みんな魔人公で頑張ろうって。みんなでさ魔人公っていう言葉が流行ってまだコンメ入ってきてない時かな。そうですね、まだよね、まだ魔人公になってない時。そうそう、割と魔人公使うんですよ。そうなんだ。魔人公勢なんですよ。で普通にあのその方の造語だと思ってたの、ね、魔人公言いますね。だからびっくりした。そう、ありがとうございます。いい名言でした、はい、ノミネートされてますのでね、はい、対象に向けての抱負をお願いいたします。そうですね、まあ、あの方がいるから今の私がいるんだなっていうふうに思っているのでこの魔人公っていう言葉とともにてっぺん目指していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして3つ目のノミネート作品です。
12月17日オンエア会で生まれた浅川奈々さんのこのワードです。そういうのが生まれるかなと思って初お披露目。今夜伝えたい勇気を出して恋の魔法をかけるよ Kiss me。 なんで笑うんですか今笑わなくていいじゃん。 Kiss me Kiss me。これいつも通りのだよね。そうだよ、通常運転だ。はい、こちらのワードは恋きらめケーションの決め台詞でございますけれども、うん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 、生放送内で出たことがスタジオから笑いが出たこととかでなんかノミネートされたみたいな。得してないじゃん。いいな、うん、だってこれ歌詞だもん。なんなら歌詞だもん。そうそうそう、自分で言ったことじゃない、うん、アミタの抱きしめてなんてさ笑い起きたことないじゃん。ないよってなるもんね、うん、そういう部類に所属するもんじゃないのこれって。そうそうそう、うん、ね、うん、なんか残念、ね、非常に残念ですけど、あでも、まあ、事前に浅川から大賞に向けての抱負を聞いておりますので聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ未だにライブとかでね恋きらめケーションやらせていただくことももちろんたくさんあるんですけども、まあ、その度に私がキスミーというんですけど会場全体からとんでもない数の微笑とお前じゃねえんだよ感が満ち溢れてるんですけれども、こうやってねノミネートしていただけたということでもう無駄じゃなかったなって、この半年間の半年もやってないか3ヶ月間のねキスミーは無駄じゃなかったなって思います。嬉しいです。はい、雑じゃない、かなり雑でした。私もやらないかでもさ別にお前じゃないよみたいなないじゃん。ないないない、うん、やってくれればさ、やりきってくれればうちらもおーってなるけど、うん、やりきった後にやっぱ恥ずかしがるじゃん、うん、可愛い乙女だね。乙女だね、照れてんのかもよ、ね、それもまあ浅川奈々ということで可愛いよ。続きまして4つ目のノミネート作品です。11月13日オンエアの公開収録スペシャルで放送された渡辺小梅さんのこのワードでございます。どうぞ。日清麺職人さんはプライベートでも食べさせてもらってますが、今日は特別に食べてもらいましょう。やった、いい食レポお願いしますね。ではいただきたいと思います。めっちゃいい匂いする。ここまで匂いが、ね、広がるの。美味しそう。麺がもうね、コシある。いや、まだ食べてない食べてない麺がもうね、コシある。麺がもうね、コシある。やばい、これは、ね、これでしたか。恥ずかしい。やばかったよ、いろいろと伝説残してたもん、ね、忘れられない日ですね。なぜこれは食べる前にこの言葉を発言したんですか。うん、聞きたい。いやもう私食レポとかしたことないんで、うん、焦ってた。焦ってた。でも緊張しちゃって、うん、でなんかもう言わなきゃと思って、うん、で腰って褒めたらいいと思って、基本ね、うん、腰って言ったらいいかなと思って言ってみた。いや食べてないのに、ね、タイミング間違えちゃった。もう普通に麺をザーって上げた瞬間に言ったの。わ、腰がある。食べてもないのにね。でも箸からも感じましたよ、腰が。そうなんだ、すごい、ね、すごいだわ。え、ファンの方からも言われたんじゃないんですか。やっぱなんか、いや、いっぱい言われました。あとこの日もね、他の言葉もいろいろあって、何言ったの。いいんですか、デッパメガネっていう。それどういう意味ですか、デッパメガネっていうの。鶴瓶さんと、明石家さんまさんが、うん、やられてる番組でしたっけ、うん、ラジオ番組、ね、ラジオ番組のタイトルは何でしょうかっていう問題だったんですけど、うん、そうですね、まあ、正解はヤングタウンっていうものだったみたいなんですけど、おしゃれな名前ですね。私分かんなくて、うん、デッパメガネと。もうね、これ聞いてね、いや、コウムちゃんこの業界残れるのかなっていう心配の方が先に来た。このお二人に潰されてしまうんじゃないかなって。でも不安だったよ。そんなことはねないと思いますけど ね、 そうですね、ここにいます、うん、よかったよかった、うん、それでは小梅さんのね、はい、ノミネート作品ですので、はい、大賞に向けて抱負をお願いします。はい、そうですね、やっぱりこの腰があるっていうセリフで、このセリフは私を変えてくれた一言だと思ってます。大賞を取ってお家にいるお母さんに大賞取ったよと報告したいので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、やっぱまず誰に言いたいって思ったらお母さんだね。さすがだわ、さすがだね。では続きまして5つ目のノミネート作品です、うん、11月5日オンエア会で飛び出した小沢るなさんのこのワードでございます。どうぞ。スーパーガールズのスーパープレゼン、どちらのプレゼンがよりホテルニューアワジに行きたくなったかを、リスナーの皆様に投票していただきたいと思います。今回のチームはみぞて小沢チーム。ではお二人いきますよ。
よーいスタート。牛肉と玉ねぎお米、淡路島の名産だ。約11億600万円の約約なにこれ。あったあった約そっちか。約ってどっちの約ですか。約な約いた辺のアバウト、ああおよそっと方ね。約アバウト。で待ってこんなんでノミネートされるの。11億ルカさんの方じゃないんだね。思った思ったルカちゃん美声の方かと思ったのに、ね、なんか事前にルナチューからノミネートの喜びの声を届いておりますのでお聞きください。ありがとうございます。そうですね、スーパーワードでルカさんと替え歌をして、その花道アンビシャスでその替え歌をしたんですけど、その時約何万っていう時にヤクーって言ったんですよ。まさかこのヤクーっていうのがノミネートされると思ってなかったのですごく嬉しいです。6つ目のノミネート作品でございます。こちらも11月12日オンエアの疑似生放送会で飛び出したものです。こちらはみぞてるかさんのこのワードになります。どうぞ。じゃあもう一問ぐらいいきますか。、はい、グループが改名することになりました。さてどんなグループ名にしたらいいでしょう。じゃあみそてさんに締めてもらおう。もう時間的にもね、ちょうどいいところで。どうしたんですか、ルカさん。何も思い浮かべ。それでは改名したいと思います。はい、スーハーカールス。ありがとうございました。ありがとうございました。スーハーカールス、スーハーカールス。しょうもな、しょうもな。もうね、自分で言ったことを忘れるぐらいのレベルのしょうもなさやわ。ね、しょうもな、解明だけはしたくない。もう一回聞いてもいい。何に関連する。もう一回聞きたい。もう一回聞かせて。スーパーガールズが解明。さてどんなグループ名に。スーハーカールス。いやくだらな。くだらな。ねなんでそれを言おうと思ったの。うん、いやもう追い込まれてた。でもそれでさ、ね、句読点全部取ろうっていうのすごいと思う。すごい。いやでもこれでノミネートされるのがすごく。確かに確かに。本当よ。もう本当ノミネートされんでもいいぐらいの感じですね。めっちゃ今恥ずかしい。いやでもほらね、ノミネートされることはすごいことですから。うん、素晴らしい、うん、誇らしいですよ。誇らしいな。それをじゃあルカちゃん対象に向けての方法をお願いします。そうですね。まあね、スーハーカールスにならないように2017年も頑張っていきたいなと思うんですけれども、ここで対象を取ってですね、2016年いい形で締めくくりたいなと思います。はい、はい、これ対象取れるんでしょうかね。取れたら奇跡です。続きましてラストのノミネート作品でございます。12月24日オンエア会のクリスマススーパーワードで飛び出した前島亜美さんによるこのワードです。どうぞ。クリスマスで一発ギャグを。アミタのクリスマスの一発ギャグまで3、2、1。ちょっと待って、ちょっと待って、一発ギャグでしょ、なんかない。ちゃんとね、もうできてる。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、いくよ。3、2、1。今年のクリスマスは僕と握手。ありがとうございました。今年のクリスマスは僕と握手。今年のクリスマスは僕と握手。いい声だよ。いい声。もう今年のクリスマスは僕と握手。いやいやもうね、これは本当追い込まれてましたよ。嘘。挙動不審になってたもん。でもね、見たことなかった。あんな見た。ね、なんかこうアミタに一発ギャグさせていいのかなみたいなさ、うん、やっぱあるじゃん。でも見てみたいっていう。そうそうそう。どんなの来るんだろうみたいな。いやいや向いてないからさ、やっぱ。いやいやそんなことないです。だってノミネート作品になってるんですよ。いや選ばれてない私もいますからね。確かに。何にも選ばれてないから私。そうそう。いやね。びっくりですよ。うん。じゃあ景気づけにアミタ。はい、対象に向けてのね、方法一発ギャグでお願いします。それは大丈夫ですよ。生放送ですよ、だって。え？うん、ではこれカットされないから。アミタの一発ギャグまで。3、2、1。アミタが、あ、見た。対象が、あ、取れた。ありがとうございました。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そんな簡単じゃない。ちょっと待ってよ。今のもノミネートさせた方がいいかな。ちょっと待ってよ。多分もうあとさ15分ぐらいで新年迎えるのに。なんでここでさ一発ギャグやらなきゃいけない。いや、ふさわしいね。2016年最後の一発ギャグ見れたわ。やめてよ。スーハーカールスにはならなくなるんだと思います。スーハーカールスだなこれ。ということで以上7つの作品がノミネートされております。はい、この中から大賞を発表したいと思います。対象は CM の後ドヒャー。
栄えあるねスーパーガールズのスーパーアワード大賞の発表です。待ってました。大賞はアミタが、アミタおめでとうございます。待って、いやもうこれもノミネートされたんですね。待って、あのここにいる全員が納得してない感じ。納得してるよ全員納得してないけど大丈夫。え、納得しかしてない、うん、なんでだってこれ3分前に言ったやつじゃんそんな感じ。こちらのアミタがアーミタを、はい、受賞された前島亜美さん、はい、今のお気持ちはどうですか。あ、そうですね、人間追い詰められたら何でもできるっていう。え、もう一回やる。もう一回やらないよ。もう一回見ときますよ。でもちょっと忘れちゃったもん。忘れちゃった。忘れちゃったの。どうしたの。どんな感じ。アワードでね、受賞されたので。受賞されたので。ほらよくね、なんとか大賞って絶対言うやん。あ、そうだよね、そうだよ、ね、もう一回歌うやつね。三二一。アミタが、あ、見た。大賞が、わ、取れた。本当に取れた。本当に取れた。素晴らしい。やっぱ有言実行できる女ですね。素晴らしいわ。上さん、あと13分で年越しですよ。やばい、やばい。こんなこと言ってる場合じゃない。どんな1年でした。え、ここで本当に雨が間違えた。年越しそばみんな食べてる。え、食べてない。ちょっとうちが年越せないわよ。私昨日食べました。いやいや、昨日食べたら意味ないわよ。ごめんなさい。年越す前に食べなきゃ。どうする、どうする、やばい。待って、みんなだって2016年ってもう二度と見えない。ジャンプしよう、ジャンプする。嘘でしょ、これ伝わるじゃん、ラジオで。ドスっていう音だけ。じゃあさ、クラッカー鳴らそうよ。あ、いいよいいよ。あ、そこあったのか。ねえねえ、あ、これさ、ヒカルちゃんのやつ置いてったよ。ヒカルちゃんが。ヒカルちゃんさ、13分しかラジオ出てないよ。ウルピー、ウルピー。待って待って、みんな。ウルピーの分もあるの。あるんですね。1分前ですよ。え、じゃあ、ジャンプしようって。やばい、ジャンプすんの。え、ちょっとさ、動画撮って。これさ、ねえねえ、動画撮ってください。普通に楽屋撮って。ラジオだよ、ラジオだよ。動画撮ってください。マネージャーさん、楽屋ください。50秒前、50秒前やって。待って、50秒前って結構。待って、ジャンプしたいね。今ここ声取れてる。わー、取れてるのかな。取れてる。じゃあ、いや、ラジオ、ね、大丈夫。応援してくださってありがとうございました。スーパーラジオも聞いてくれて嬉しかったです。始められてよかったですね、番組を。ね、そうね、嬉しかった。大阪に来れて嬉しいです。ね、ね、ありがとうございます。一緒にね、みんな今までありがとう。はい、ありがとう。終わりみたいに言わないで。ありがとう。みんな良いお年を。ラジオなかったってやるから。ラジオお聞きの皆様も年越しの準備を、心の準備をしてください。15秒前ですね。もう10からいきますよ。せ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。地球上にいなかった。そうなの。改めて、いるよね、改めて言いたい。そうですね。じゃあ皆さん、ということで改めまして、明けましておめでとうございます。いや、2017年。どうしよう、泣きそう、泣きそうなんですけど。わからないんだよ。そう、なんでわからないわ。いや、みんなおめでとう。テンションやばい。おめでとう。テンション。2017年鳥年ですね。ねえ、鳥か。目覚めのね、やばい、鳥だよね、いつも。開けたね。開けましたね。開けた。ね、1月1日。開けました、おめでとうございます。こちらいただけた。なんか夢が大丈夫。握手し始めた。お願いします。みんな今年もよろしくね。よろしくお願いね。え、待って、ヒカル一緒に。ちょっと待って、そう、大事な人忘れてた。やばい。そうね、え、ヒカルちゃん忘れてた。忘れてた。ヒカルちゃん地球上にいたかな。いないなと思ってた。ヒカルちゃんってことは一人で年越ししたんな。うわ、悲しい子やな。ね、悲しい。じゃあ、せっかくなのでちょっと過ぎちゃったんですけど、呼んでみましょうか。やばいやばいやばい。じゃあ、外に出ているヒカルちゃん、せーの、来た。おい、ヒカルちゃん。来てる、来てる、来てる。ヘイヘイヘイ、ヒカルちゃん、ヒカルちゃん、明けおめ、明けおめ。ヘイ、明けおめ。今どこ。ごめん、響いたわ、声、ごめん。明けおめ、明けおめ、明けおめ。聞いてる、ヒカルちゃん、今どこ。聞いてる、聞いてるって。今だから、太陽寺。ちょっと切り気味。あ、聞こえる？聞こえるよ。ゴンって言ってたんだよ。あ、ボン言ってる。え、ゴンって言ったの聞こえた？今。もう一回、もう一回。もう一回？歩きましょう。今歩きますね、じゃあ。え、ヒカルちゃん今鳴らしてんの？あのね、違うの、聞いてくれる？人がね、思ったよりすごく多くて、並んだんだけど、到達しなさそうなのであるよ。え？やばい。だから、多分、放送後、
になってしまうから鳴らすの。とりあえず鐘の音が聞こえそうなところまで進んでみる。聞こえる？聞こえた。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 なんかいい音やね。ね。ね。うわ始まったんだな。ね、ひかるちゃんさそこに行っついてさ誰かに声かけられた？うん、あれあのです。すごいね、うん、あのいろんなファンの人がいたよ。おおよかった。10人ぐらい来てくれたの。じゃあ年越しアスパさんのファン。以外のファンの人も来てくれたの。あ、そうなの。え、ありがたいね。ちょっと状況レポートしてよね。そう、そうなの。そう、レポートして。行ったことないからさ、うん、今どんな感じなのか。レポート？うん。あのね、人が本当に多くて、うんうん、あのもうぐるぐる巻いてるわけ。あの渦がもう人が多すぎて、渦がお寺の中でね。人の渦が。渦が巻いてて、うん、今なんていうんですか。すごいお経、お経、お経じゃない。これなんていうんですか。お経。度胸？度胸？っていうも、そう、ものを唱えてて鳴らしながらすごいイベントみたいになってるよ。シャンシャンね鳴らしながらね、まずシャン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 って鳴らして途中にボーンって言ってシャン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 ボーンって言って伝わんないよ。すごいなんかえ力はさ伝わんないの。カウントダウンの直前っていうかのその時何、うん、どうしたの？イエーイみたいになった。え、あのみんなで周りがイエーイって一緒に言ってた。知らない人たちと一緒に、知らない人たちみんなイエーイって言ってえそれに紛れて一緒に言ったの？そう、一緒に紛れてイエーイって言ってジャンプした、とりあえず。ほら、やっぱりジャンプしてくる。球場におらんかったよね、うちら。そうなの、そうなの。いやいや楽しそうだ。そうなんだ。ひかるちゃん、寒い？え、ひかるちゃん寒いよ、めちゃめちゃ寒いんだけど。あ、ね、あの子は鳴らせないの人がいるの、聞いて。あ、ゴンって言ってるわ。うん、聞こえた。聞こえた？聞こえた、聞こえた。聞いて。みんな明けましておめでとうございます。両名。おー、めっちゃいるじゃん。ほら、結構多いでしょ。よかったね。そうなの、わざわざね来てくれてね。ひかるちゃん、はいはい、今日は鐘を鳴らすのが目的ですよね。え、聞こえるでしょ、あの響いてるよ、ほらひかるの音色が聞きたいの。そうだよ、だってひかる鳴らしてないじゃん。ひかるの音色を聞かせて、目をつぶってみて、ね、ほらそこにはひかるが鳴らしている姿が見えるでしょ、うん、見えない。ひかるちゃんと並んで、ひかるちゃんの音色が聞きたい、うん、聞きたい。ひかるちゃんの音色、ひかるの鐘を、ね、ついてる姿を聞きたい、うん、聞きたいじゃん。あのね、ついた瞬間にもう300人くらいいたのね、人が、うん、すごい。だからもっと早く出ればよかった。ですので、ね、なかなかさここにずっといるから。なんでひかるさっき聞いたの？でもとりあえずもう帰ってくるまで、あの鐘を鳴らすまで帰ってこなくて大丈夫です。え、ね、嘘、アホチーン、アホチーン、本当に言ってる？アホチーン、ちょ待って、これ新年早々アワード、アワード出たよ。2017年ノミネートですね。新年早々アホチーン、ノミネートとかじゃないから。え、なに、じゃあ頑張って、明けましておめでとうございます。応援してます。本当に言ってる？頑張ってね、にょーす。え、にょーす、アホチーン、いやさすがやね、やっぱヒカルさんは。でもやっぱ人気なんですね。ね、スーパーガールズの2017年スーパー占い。大好き。さあここからはスパガメンバーの2017年の運勢を発表していきたいと思います。いい年と占われたメンバーは、占われたメンバーは言えてない。占われた調子に乗ってください。悪い年と占われた占われたこれさ今後何回も出てくるよねこのワードね。大丈夫、注意深く今年を過ごし、その次の年に生かせるよう蓄える年にしてください。はい、ということで事前に調べていただいたのは、占いといえばこの方、占い芸人占い師のアポロン山崎さんです。このアポロン山崎さんすごい方なんですよ。吉本の芸人さんで占い師もしている芸人占い師、すごいね。小籔さんや千原ジュニアさんも信頼してると言われている方なんですけど、なんと、うん、ジャングルポケット太田さんの結婚も的中させたそうです、うん、めっちゃすごい方。すごいね。そんなアポロン山崎さんにスパガメンバー14人の誕生日をもとに2017年の占いを、運勢を占ってもらいました。さあ1位から14位までねランキングしてもらったんですよ。はい、ということでまずは中途半端な人から発表です。いや中途半端だね、思い入りたくないな。いや行っちゃうよ、だけはやだ、うん、じゃあ行きます。13位は溝てるかさん。中途半端、悪い人で中途半端、
ね、読むとトラブルに巻き込まれる可能性のある1年スタッフの言うことを聞きましょう。言うこと聞いて。分かった分かった分かった。ダメだよ、反抗しちゃダメだよ。分かった分かった、言うこと聞きます。はい、それだけ。それだけ、結構短めなんですね。短。はい、続いて第12位、うん、小沢ルナ、ドタバタ忙しい1年になります。手のひらに人という字を書いて落ち着きましょう。リラックスが大事なんですかね。そういう系の占いなんだ ね。そして第11位、田中美玲、不安なことが多く起こる1年に。田中さんは芯がしっかりしているので自分を信じて吉。なるほど、吉。早く会いたい。会いたいね。はい、続いていきましょう。第10位、10? 10、舞島亜美さん。そう、じゃあ見た1位だと思ってた。良くも悪くもないです。なんだよ。墓参りに行くと運気が上がります。行きな。え、待って、これ占い。先祖大事にして。してるしてる、墓参り、はい、続いていきます、はい、第9位、私、渡辺小梅です。少し寂しがり屋なところがあるので寂しくなって友達と遊びすぎてお金を使いすぎないように注意しましょう。ダメだよ。めっちゃ合ってない。いや、知らないし、今年の運勢だから。早くない？この12分間に友達と遊びに行ったの。お金使っちゃった。はい、じゃあ次行きます。第8位、長尾しおり。人間関係が広がるとき、スタッフの方、知り合いとたくさんの人と仲良くしようと心がけると吉です。長尾さんは世間体を気にするところがあり、協調性があるのでその部分を大事にすると良くなります。13歳ですね、いろいろ考えてたんだね。さあ行きましょう。早く呼ばれたい。第7位、ラッキーセブン、木戸口桜子さん。木戸口、木戸口、あの、え、今、え、怖い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 、木戸口ね、怖い怖い怖い、木戸口か、木戸口じゃない、木戸口さん、好奇心旺盛な、旺盛か、旺盛なところは素晴らしい。いろいろなことに興味がありすぎてお金を使いすぎないようにしましょう。ちょっと似てますね。みんなお金使うじゃん。はい、第6位です、内村梨沙ちゃん。いろんなことを始めると運気がアップする年、チャレンジ精神を持ってっていうことです。なるほど、はい、まだ中途半端続きます、はい、第5位、石橋ホタル。いい1年になりますが、容量悪いことがあるとイライラし頑固になりがちです。その部分を抑えれば運気アップです、ということで中途半端残りいきます。阿部ゆめり、第4位。いや、残ないんだけど。ですね、阿部さんは若い割に非常にしっかりしています。いや、そう、当たってる、うん、また2017年は勉強の年、しっかりダンス、歌、学問と勉強しておくと今後の運勢が良くなります。楽しみにしておいてください。ということで中途半端なランキングが来たよ。このスタジオに3人もいたじゃん。中途半端やん、ね、いや、阿弥陀さん、良くも悪くも、はい、どちらでもないと。雑だよ、阿弥陀家。なんかすごいみんなさ、世間体がどうのとかさ、うん、なんとかが吉とか言われてんのにさ、うん、普通だよみたいな。でもね、あの、お墓参りに行くと運気が上がる。知らないよ、知らない。大事にしてよ。そんな占いある？大事、お花を供えて、お墓参り変わる？なんか、え、はい、でもなんか意外とここにいるメンバー運気良くないですね、あんまり、うん、え、でも待って、3人いるの、一応光も含めて、ね、今呼ばれてないのは年上3人と浅川。あ、そうだ、え、絶対浅川1位じゃん。さ、うん、何よりもさ、ルカさんが心配なんですけど、思った、大丈夫、トラブルに巻き込まれる可能性あるって。やばいよね。え、去年もあの、とある、あの、占いができる方に見てもらったんですけど、うんうん、あの、人に騙される1年やって、2016年が、騙された、って言われて、いや、騙された記憶はなかったんやけど、うん、そのなんか危ないね、こう、人、世の中の人怖いから、うん、誰も信用しちゃう方がいいよって言われてたんよ、うん、2016年。うちのこと信じてない、もしかして。いや、信じてる信じてる。よかったよかった、うん、でも2017年もそんな大変な年やったら、うちもどうやって生きてきたらいいか。そんなばっかりなのにね、どうしよう、うん、でもね、これきっと気をつけたりとか、そうやな、これを聞いて考えることによって運気変わるはずですよね。そうだね、うわ、気になる、ね、この先気をつけるわ、うん、ということで、まだ呼ばれてない志村さん、はい、宮里さん、ひかるさん、うん、浅川、うん、この4人が、もう早く呼ばれたい、すごい早く呼んでほしい。じゃあね、ベスト3の発表したいと思います。ここここから、ね、第3位は渡辺ひかるさん。嘘やん、もう帰ってこんでいいわ、ひかる。お金が入ってくる1年。およかったよ、金さん。ほら、金ならすんやな。すごい。すごい、すごい。お金を大事に使うと運気が上がってきます。ここでお金の使い方次第で2018年、2019年、爆発的に仕事が舞い込んできます。ひかる頑張って、舞台ターミナルみんな見に行って。舞台やってるやん。お金の使い方次第らしいですよ、でも。
あでもひかるちゃんドケチだから大丈夫だ大丈夫いける気がする、うん、いやーねー呼ばれてない、呼ばれてない。第2位は浅川奈々。えもうどっちかじゃん、怖いんだけど、めっちゃ狙ってない、ま、浅川マジでいい、何何神様から、あごめんなさい大事なとこ言っちゃった、神様からのプレゼントがもらえます。え例えば、うん、違うそれ元からね例えばいい仕事が舞い込んでくる、表彰されるなど。また浅川さんは楽しいことが好きなので、自分の好きな分野を見つけたり、好きな分野をとことん頑張ると吉。いやだからちょっと待ってよ、詳しいじゃんすごい詳しいじゃんって、うん、アミタはかもなく不可もなく、いや、うん、悲しいな。お墓参りを行けば大丈夫でもナーポの2位がめちゃめちゃいいやんか、すごいこれだ、ね、もううちら天国と地獄しかないよ、やばいね、やば、ルカちゃんに負けるかってことやね、想像と違った。いやいや浅川の上とかやばくない？そうだよ、ナーポの上か私の下かですね。じゃあいいですか、発表しちゃって、はいはい、お願いします。えでもね、今最下位とトップが残ったじゃないですか。いや、やばくな喧嘩だよこの後、いや殴り合いだ。スタジオ内で名前呼ばれてない方、うん、よし、はい、はい、これさラジオなのにキャスって言ってすごくないですか、宮崎さんこの中にいるんで、狙ってるでしょ、すごい本当にガチガチらしいですが、それでは2017年スパガメンバーで最も運勢がいい人と占われたメンバーを発表します。それはえめっちゃドキドキするんやけど、志村りくるー本当に本当に嬉しいということで、えちょっとクラッカー鳴らしていい、うるさいうるさい、読みますね。最強、特に仕事運が絶好調、2017年はとにかく動きまくる、そしたら開けてきます。嬉しい、すげえ、すげえ、だってやった、本当に嬉しいです、仕事運がいいって、やったなんかありますかもね、ありますかもね、あるかな、開いちゃう、開いちゃう、開けた、開いちゃう、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待ってテンション下がりすぎですから、ビアリさん、いやもう年明けて18分でここまでになりますまだ始まったばっかなんですけども、ね、じゃあ読みましょうか、はい、第14位、宮崎里奈、ありがとうございます、今年はとにかく健康に気をつけること、あーそれ今日も言われたわ、ストレスが溜まりやすくなっています、やばいね、ボクシングを始めると格闘技我慢の我慢の位置でということで、なんか人を殴りたいのかな、わかんない、何じゃあさ、わかった、じゃあさ、うん、あのもう今年1年頑張って、うん、来年今年の年末の僕格闘技にちょっとうち半年間、うん、あのムエタイとかちょっと留学しに行こうかなって思いますわ、うん、半年間ちょっと活動休止して、まさかのボクシング、ボクシング習いに行くわ、で半年後見せつけるから、うん、6月待っててむっちゃマッチョで帰ってくるかも、そうそう、嬉しい、なんかごめんね、あり、まあ、でもすごい ね、あれですよね、あくまでもね、うん、運勢なので、はい、努力し続けることが大事ということで、うん、あとアポロン山崎さんもこのように言っていた予想です、うん、2017年の運気ランキングをお伝えしましたが、うん、そもそも芸能の星を持っている人がたくさんいてるグループです、今後が楽しみなグループになりましたたくさんいるグループなんですけどたくさんいるイケてるみたいな感じ言わないんですけど急に関西弁イケてるグループイケてるグループということでね、仙台の方ですよねでもまあほら嬉しいっす、やっぱランキングもらえて嬉しい、14位というランキングもらえて、うん、みんな入るんですけどねそれね、芸能の星持ってるそうですよみんな、でも下の方のランクの人も持ってる可能性あるのかな、全然あると思います、みんな頑張れ、うん、みんな頑張れということで2017年も頑張っていきましょう、はい、はい、ということで以上スーパーガールズの2017年スーパー占いでした、イエイ、2016年から2017年スーパーガールズのスーパーラジオニョース年越し生放送拡大スペシャル、いよいよエンディングでございます、はい、まあ、早かった、なんとあと1分半もないですね、ねえねえねえ、あの人金鳴らしたの、ひかるちゃんは、そうなんですよ、あの人金鳴らしてた、ちゃんとひかるちゃんを呼んでみたい、呼びましょうか、いやでもひかるちゃん呼びたい、うるさいうるさいな全部言ったよ、全部言ったよ今、ね、ギュッと詰まったね今、ニョースだよ、おかえり、あれ鳴らしてきたの、金の音はマイクで拾った、
え遅くない？ダメだよ鳴らさないと。なんでよ、喜んで。やばいやばい、時間ないです、時間ない。何が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 、ゆりちゃん抱負、抱負3位だよ、3位、2017年の抱負3位だよ、3位、3位だよ、はい、言って3位、3位、占い3位、はい、おめでとう。心に響くパフォーマンス、金ピカに光る。よし、お金が入るから言ってよ。え、ニュース、え、すごい、ね、お金が舞い込むだけ。本当、金、でも金じゃない、金じゃない、金くれる、金じゃないですよ、金はくれない。はい、ということでね、やってきましたけれども、今日はミレちゃんがお休みで、ヒカルちゃんも揃ったということで、これで本当に全員ですね。はい、ゆかちゃん MC お疲れ様でした。おめでとう、ありがとうございます。13位おめでとう。あ、それはもう本当、あの、頑張ります。自分14位じゃん。14位おめでとうね、ミヤに。じゃあ始まりました2017年も、みんなで一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、以上スーパーガールズでした。最後までありがとう。ありがとう。よろしくね。ひかるちゃんお疲れ様。ありがとうございます。ニュース。なんだっけ、明けニュース？明けニュース。よし。お疲れ様でした。いや、ひかる何しに行ったのよ。どこ見て話してんの今。思い出してる。今どこ見て話してる。思い出してる。すごいすごかったの。金のところにだけ列があって、お前がその中だった。あ、そうなの。そう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 。